店主の方は団体客が来て非常に話しにくくなったんで、とっておきの場所に来ています。下にあの記者ポッポさんがいるんで、すごい音で聞こえるかもしれないですけど、ご了承ください。こちらがですね、ちょっと海側の方を見てるんですけど、八幡山の方から見るとですね、こんな感じで見えますよね。小田原城も東西南北違う形なんですけど、階段がなくてですね、いきなり天守が立ち上がってるような感じには見えますよね。で、さっき話途中で時間切れだったんですけど、まず、ちょっと小田原北条氏の話をですね、この天守を見ながらするのもどうかと思いますけど、上智の一部だったんで、復興の天守ということでですね、ご勘弁ください。北条氏はですね、伊豆の、ニラ山城を拠点にですね、当時、関東管理、関東久保、ともにですね、入り乱れて、特に両ウエスにはですね、非常に大混乱で、その家臣だった大森氏がいるんですけど、すぐ大森の出身ですね、源氏みたいですけども、その2代目というか、氏織公っていう立派な方がいたんですけど、その2代目の息子の藤織の代になって、氏織の死には絡んでないと思いますけど、どうも北条早雲伊勢新九郎の周りの人はですね、本当に早雲の都合よく、死んでいると。その氏織の死をもってですね、藤織にも接してたんですけども、その藤織をですね、あっけなく追い出して、小田原城を奪取したと。それが早雲になりますよね。それ以来、秀吉の小田原攻めまで他の、外部の、侵入を許さずですね、城も取られることもなく、上杉謙信、武田信玄、攻めたんですけど、落とせなかったと。城郭広いですからね、遠征できたらちょっと秀吉の大軍は別格としても、通常でしたら食料が持たなくて、退散していくと、本丸の攻めに至らない、要するに城の合戦らしいことは一度もされてないんですよね。だから難攻不落と呼ばれてたんですけども、海、山、山は主に箱根山系の山なんですけども、そこからですね、派生した尾根に囲まれて、石垣山っていう城はできたんですけど、そこも、ある意味城地の一部というか、目の前なんでね、それはできた時は宇治政もびっくりしたでしょうけども、やっぱり防備、本当にお城のさっき話した総構えとかその美しさもそうなんですけど、やっぱり防備としての城ということで小田原城の評価は高いですよね。この高さのここからですね、ちょっとこちらからだと見えないんですけど、天守の方から見るとそれこそ駿河湾を一望ですよね。水軍も囲まれたっていうことですから、逆に見晴らしが良すぎてですね、小田原型、北条型から言うと、10万だか20万だか30万だかの秀吉軍っていうのは、一生に一度ぐらいしか見ることのないような壮観な、軍団だったんでしょうね。天下の軍ということでね、映画の舞台や、歴史のドラマにも数々そういったシーンが取り上げられていますけども、ちょっとお城の方の話に戻りますけども、それぞれですね、門があったといってもですね、まだ復元完全にしてるわけじゃないんで、それこそここをですね復元完全にしようと思ったら、それこそ姫路城とか大阪城、熊本城のような規模になるんでしょうね。これも木造、さっきちょっと話したんですけど、木造天守っていうことで、話が進んでるようですけども、そういうことになればですね、一番本来はいいんですよね。コンクリート天守が悪いとは言いませんけども、1950年以上経ってるということで、それなりにですね、老朽化もありますんで、表どうも直したんで、しばらくはこの状態ではいると思うんですけど、木造でもし復興されるってことがあるんであればですね、それは将来的にはそういうこともあるかもしれませんけども、ちょっと分かりませんけどね。城郭も立派ですし、天守もね人気の観光地ということで、お城好き、そうでない方も一度は来たいお城です。はい、今度は時間内に収まりました。相模、小田原北条氏の居城、日本百名城小田原城でした。